野党半島地震の発生後初めてとなる仮設住宅の建設工事が輪島市と珠洲市で始まりました被災地でのの生活再建の動きが本格化します。石川県輪島市ではいまだ多くの被災者が避難生活を余儀なくされる中仮設住宅の建設作業が始まりました。 被害が特に大きかった輪島市と珠洲市では、合わせて115個の仮設住宅を建設し、1ヶ月での完成を目指します。被害が大きく自宅に住めない被災者を対象に、新たに住宅を確保するまで原則2年間無償で住むことができ、15日には野戸町と穴水町でも合わせて60個の建設が始まる予定です。 困っていらっしゃる方がいますので、まあ、速やかに一件でも多く、あと一刻も早くできるところからあの安全安心を提供するという。能登半島地震では石川県でこれまでに215人が亡くなり、そのうち14人が災害関連死と発表されているほか、およそ2万3000人が避難生活を余儀なくされています。